はい、皆さんこんにちは、ピカです。シャドウオブウォーやっていくよ。はい、今回ね、儀式というミッションをやっていきたいと思います。そしてこの儀式のミッションあるところをところの軍勢なんですけども、まあ以前にね、レベル22とかばっかりで杖とか言ってたとこなんですけどね、まあいつの間にか僕もねレベル24になって、まあ張り合えるようになってきましたね、ここの砦でもね。まあこいつらはなんかそんなにも上がらないような気しますね。上がらないのかな、ここの砦では。この7ってのも前から7だしね。はい、まあもう少しレベル上がったら、まあもう一つ砦を攻略していきたいと思います。はい、それではね、メインクエストなのかどうかわかんないんですけど、クエストの方向かっていきましょう。儀式。エル・タリエルはナズグルの儀式の場所を発見した。ナズグルがさらに選ばれし者を生み出すことを阻止しろ。開始。選ばれし者はこうやって作られてるのか。もっと派手かと思った。ナズグルは完全に儀式に集中している。襲撃するには最高の機会だ。ギテが入り口を守っている。周りに気づかれないよう始末した方がいい。アーチャーにステルス支配を行え。わかりました。まずは、お前の戦いはこれまで。こいつを、ステルス支配なってねえのかこれ。ステルスの支配。あ、これか。OK。ねえ、見っかります。まあこれはまあサブなんでしょう。あ、サブでもないか。遠いか。南のハラドリムよりも奇妙な奴らだ。だがサウロンに抗えるほどの力はない。なんかレベル22とかの小隊長、22前後の小隊長が集まってますな。悪しき循環だと思わないか。狩猟は地下道のクモの巣を掃除するために奴隷を送る。だが奴隷の一部はクモに捕まる。そして狩猟はまた奴隷を送る。俺たちが送られた方がいいとでも。支配できる。 OK、 できた。おっしゃ、あと一人よいて。で、ステルスの赤くなってから支配。オッケー、よし。あ、嬉しいか。
前すっきりした頭してるなお前。儀式を妨害しろ。おい、やめっと、あれ？よく来たナタリオ。この三人と共に魔王に仕えるために来たのか。それがお前の運命だ。己の運命を受け入れろ。魔王の前にひざまずくのだ。あいつら、おい、ウジ虫、おい、上で何してるんだ。ここに飛び降りろ。俺の剣にな。運命から逃げる術はないぞ。お前はぐちゃぐちゃに壊されて作り直されるんだ。さっさと奴を殺してやろう。いや、あいつなんだっけ、 あの仮面見たやつ一人でも手こずってたのに、こんなんどうやって戦うの。 OK。よっしゃ、できたぞ。なんだ、今回は早いな。無謀はよしたまえ。お前どこ見たの、こっちやな。分かってるのかな。処刑侍。ほら、お前いって。あいつらをね、まずね、味方に引き入れよう。お前味方なれ。順出しにさ、命令通りに戦おう。よし、そのままあのデカブツの首をちょん切るのです。お前は死なない。目ん玉グリグリやるのです。お前痛いな、お前、お前違う。ごめんね。ぶっ殺す。これあのボスに引き寄せショットできっかな。お前避け。引き寄せショットで、ね、できない、ね、できません。お前ちょっと待て、こいつも味方にする。お前でっけえ顔だな。お前気に入った。使えよ妙。よし、まずは退却いたすのじゃ。従おう。うまくいった。でも儀式はこれが最後じゃない。戦いはまだまだ続くわ。よし、ミッション完了。我らの勝利が及ぼす影響は大きい。主導権を握った。これで向こうは守勢に立たされるだろう。敵を苦境に立たせたわけか。そういう時こそ敵が最も危険になる。よし、あのデカブツが弱ったら支配できるようになるぞ。でも弱らせるまでがね、大変なんですけどね、あのデカブツ。よし、そしたら
次のクエスト。そうだね、これ行こうと思ってたけども、ゴンドールのまだ囚われてる人をね、助けてみましょうか。ここですな。そしたらここまでワープ。噂の墓を歩く者はどこに？奴の技を盗んでやりたい。今あっちだ。うるさい。ダメです。ねえ。オッケー。戦争の報酬。多くのゴンドール人兵士がまだ囚われている。パラノールと共に仲間を救出しろ。わかった。バラノール、ここに捕虜がいるとの報告だ。だが多くの数が多すぎるな。側面を突き中央で合流だ。ああ、いいか、気をつけろよ。奴隷の多くだ、奴隷多く。うん、でも捕虜ならどうするんだ。いいから殺せ。奴隷の殺すんだ。奴隷の愚か。やめたまえ。お前はやめたまえ。大丈夫か。いって、お前捕まさろ。お前分かってんのか。お前いって、お前決行でござる。当たりはしない。お前が死ぬのです。大丈夫か。レンジャー、俺は諦めてたよ。ありがとう。よし、さっさと行くぞ。もうやめてくれ。落ち着け、ね、そのままにこのレアアイテムもね、取らせてくれ。あれ、ありがとう、レンジャー。早くここから出ないと。ここを離れないと。で、武器の方も強くなってんのか。ちょっとまあ強い武器はもらってないね。これなんでしょうかね。弓の代わりにこのハンマーみたいの、敵砕き、ドゥーグズ、人縛り、ついチャレンジして投げると攻撃地点近くの、なんだ、敵にダメージを与える。あ、これ弓と同じことなのか。まあこれでいいや。で、あとはあっちか。あと二人。何も残ってない。
何一つ残ってない。従いたまえ。で、あ、ここか。ああ、フォーカスないと爆発できねえのか。違う？なんだっけ？やかましい。お前が終わりなんだ。ねえ。大丈夫か？どうやって見つけたかわからないが、礼を言おう。大丈夫か？おい。こいつを見てみろ。これは掘り出し物だ。こいつの手で兄弟がたくさん死んだ。だから全員分しっかりと償わせてやる。パラノール。何してんのお前、何してんの。なんか来たぞおい。だがまだ遊べる。もともとそのために来たんだろう。俺が一番の目。やかましいね。おい、出て首をへし折ってやる。パラノールどこ行ったの。弓矢がないぞ。俺たちの流儀を見せてやるぞ。おい、いってってろ。こいつ頭突きのやつか。弓矢、殺してやる。弓矢を探しましょう。こいつは俺がもらう。弓矢がない。骨を砕いてやれ。そうだ、全然そうだじゃねえや。あれ蜘蛛の巣か。あそこタルクだ。やつを殺せ。行きません。しっかり狙って攻撃しろ。何か貸したまえ。行って。よし。俺は絶対に裏切らない。ほんまだよお前。くぅ、くそこの野郎。じゃあお前死ね。お前俺のレベルとなるや。もうやろう。オッケー、決まっちゃいました。後ろから。こいつ前からね、攻撃したらね、頭突きするんですよ。あのね、後ろからもう頭突きしますよね。だよな。どうすんだ、じゃあ。どうすんだろう。反撃しかねえのか。あ、今か。ごめん、反撃。さあ、来い。いて。そういう弓さえあれば。こいつを味わいたいか。
てえな、この野郎、ほんまに。死ね、虫キャラ。あ、弓あった。待て。お前は終わりだ。オッケー。これでいける。な、何？逃げればいいさ、臆病者め。わっけわかんねえ。焚き火に出るのはどうすんだろうな。やばい、焼ける。よし、あれはすごい宴だ。ちょっと待て。オッケー。不快じゃないか。何の仕業だ。ここじゃ無理か。この上からステルス攻撃できねえか。上等なのをタラフク飲みたい。俺ももらおう。悪いな。いけないか。なんでいけねえのかな。よくわかんねえな。焼きさらび。くっそ。どうやって攻撃するんだろう。この焚き火のがちょっと読んでみたいですね、あの説明書ね。爆破、爆破。今爆破って出てた。オッケー。よし、いける。ダッシュで、ダッシュ中に R1 で体当たり。くっそ。言いたいことは。くっそ。無慈悲。これやめて、無慈悲。何もできねえんだよ。くっそ、もう絶対怒ったぞ、もう。みなすいしるは陥落した。こいつの手で、兄弟がたくさん死んだ。だから。全員分しっかりと償わせてやる。友人はいない。だがまだ遊べる。もともとそのために来たんだろう。お前はただの餌だ。こいつ処刑聞くのかな。引き裂かれろ。処刑聞かねえ、お前めっちゃくちゃじゃねえかそれ。お前何聞くんだ、弓矢が。めっちゃくちゃだな。これで、爆破。あいつに当たった？あいつにさえ当たればいいや。こいつだけだよ。こいつほんと集中攻撃だ。で、他はここか。来い。
こいつ火に弱そうですね。なんでなんで当たってねえの。しっかり狙って攻撃しろ。そんな気で止められると。よし、これで。あいつか。その頭突きやめて、悲しくなるから。よし、とりあえず叫ばせてやる。おこい、奴を見つけた。海をへし折ってやる。肉の肉、おっと、人間の肉は最高だ。お前は俺の獲物だ。中でとろける。もう一回やってやる。骨の、うん、下がってろ、勉強になるぞ。発動へ。よし、これで弓どっかになかったっけな。戻ってきやがれ。こっちをうろついてる。待て、あいつステルス攻撃いけた。オッケー、あいつステルスに弱いのか。邪魔すんな。今ちょっと取り込み中だから静かにしてくれ。オッケー、恥をかかせる。レベル21になったぞ。で、あともう1匹だな。うるせえ。さあ通してくれたまえ、通してくれたまえ。戻ってきたぞ。武器を奪え。こいつ従わないんだっけ。直ちに私に使えるぞ。俺の意志は俺のものだ、俺のものだ。わかった、その意志を断ち切ってやろう。やめて、お願いします。処刑だ。やめてくれ。よし、君も爆死の道を歩むのかな。ミッション完了。あ、一回死んじゃったけどね。殺せたのにやらなかった。別の考えがあるからだ。ゴルゴロスへ連れて行った。よし、そしたら次どうしよう。うん、これやってみっかな。
よし、ここら辺までワープですな。非常中の戦闘カラゴル、戦闘四角で攻撃して武勇を貯められる、 R2 プラス四角で地面に倒れた敵を食いますね。敵を食べると非常中の体力が回復する。くっさくればいいんですね。武勇が最大の状態で三角丸で処刑、四角×で遠吠えを使い、さらにカラゴルを呼び出せる。おー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 おお、なるほど、これは便利そうだぞ。ステルス、カラゴルは、高所に登ることもステルスで移動することもできる。R2、 これは一緒か。 R2 プラス四角でステルスキルで、R2 長押しでステルスね。なるほど、わかった。これがステルスですね。で、これ走って、これで、もうフー。これフーってどうすんの？早速忘れてましたね。ダウンしてる敵を食うのか。四角非常中に攻撃。お友達を連れてきたか。何も変わりはしないがな。うるせえ。これで遠吠え、遠吠えじゃねえの。全然違うこと言ってるな、お前。このもうこの武勇を誇ったこの超運支流の短期掛けのような四角プラスバスでカラゴルを呼び出す。ガルルルルおい、体力回復して、おカラゴルもっと来て、お前この超運支流をね、やめたまえ。おらおらおら、ほんとに巻き舌になっちゃうな、ほんとよ。おいカラゴル呼べ、ほら食え。食うのどうすんだっけ。死んじゃったね、お前。やめてー。うわついや。これ騎乗、騎乗させて。オッケー、お前もういい、逃げろね。まだこの乗り慣れてないから、食うの、食うコマンドを分かんないからね。待って、ステルスキルちょっとやってみっか。首を落としたらな、俺たち食う、めっちゃくちゃ食うね、首からもう食う。ほっ、なんで食わねえ。くっさくる、食べ過ぎだよ。パックンチョはい、そろそろねクエスト行きましょう。時間もちょっと迫ってきた。いや、カラゴル、三国無双の馬みたいやつ想像してたけど、いや、これいいや。三国無双も今でこんな風な馬の、なってんのかな。馬に乗っててね、三国無双の場合、僕の、記憶上は、ただ剣横に振り回してるだけで、ほんと、牙のね、趙雲の短期掛けとかね、なんかただ棒振り回してるだけなんですよね。牙乗ったらもうその武将が2倍の攻撃力になるようなね
なんかあればとっても面白いゲームなんですけどね、うん、クーこれいいよ、これちょっと光栄さん見習ってお願いします。これちょっとまあいいよ、OK、ね、こう降りると どうすんだこれ。おっとっと、これほら見た、光栄さん本当に降りるときどうすんだ。あーごめん刺さっちゃった、降り方わかんねえ、刺さっちゃってるよ。もう誰に向かって撃ってるんだ、はい、コルゴロスへ。パラノールがウルクに、連れて行かれたがまだ生きているの、イドリルと協力して救出しろ。お、パラノールね、連れて行かれたよね、なんか捕まってたよね、うん、はい開始。多くの死者が出た、連中にとって死は気晴らし、この八重市の目的は拷問だ。なぜこいつと一緒にルグブルズまで来なきゃいけない。おかげで足が痛いぞ。命令は命令だ、豚どもに導くことができれば価値はあるだろう。どうして、見つけたらその場で殺せばいいんだ。まあこいつらは仲間にしといた方が無難じゃないのか。ステルスドレインってやっぱこれより早いのかな。お、早いねやっぱね、ステルスドレイン。これは遅い。で、ステルスドレイン早いわ。判断ごてでね、ちょっと烙印を、判断ごての烙印ってどんな烙印か分かんないけど、大丈夫か。よっしゃ、あとやめたまえ、やめてー、やめなさい。やめなさい。これを食らえ。あ、お前仲間だ。あー、やっちゃった。奴はここだ。黄色いのどこにいる？また厄介なのいるぞ、小隊長。わかったわかった、無駄なことをするな。奴らがお前を見れば救われると考えるだろう。だが誰も救われやしない。もちろんお前もな。二人で解決させてやりたいところだが、レベル38だぞ。俺は長い間お前を手にかけるのをずっと待ってたんだ。立ち上がれ西の人々。頼む、来て。俺無理だ、こんな38なんか。一旦やめて、やめなさい。うるせえ。大丈夫か。初見来た。
処刑聞いた？処刑で、はい、発狂。でもレベル20違うな。痛みに気に入られて発狂しちゃった。弱点はなんだ。ひるんでる。よし、ヘッドショットでひるむのか。あー、こいつ処刑ダメ、発狂すっから。うわ、毒食っちゃった。やめて。うわ、そうはいかん。貴様許さない。ちょっと血が出てるぞ。引き裂かれよ。ウジ虫に肉をよこせ。お前も感じるか。そうだ、爆発、爆発だ。あのハゲの変態野郎、バカ、どすこい。矛持ってるやつがヘイルムのか。矛持ってるやつが処刑で、どっちだっけな。もうダメだ、毒殺されちゃう。ああ、離れよったって。お前回復どうやんのよ。お前回復大丈夫か。いやー、喜んで殺してやる。うわっ、よし、こいつ連撃だな。よし、マジか、横からなんかツンツンしてる。オッケー、こいつレベル高いやつか。誰だこいつか。よし、上に弓矢があるぞ。ということは乗っかれ。そしてお前避け。ヘッドどこ？よいて、お願い。よいて。オッケー、従属。お前に使えよ、使えよ。よし、そのまま戦う。決して傷つけさせはしない。で、パラノールを救出しろ。あ、これか。大丈夫か。
あ、捕虜捕虜捕虜。うわ、順番間違えた。怪我してるの？大丈夫だ、助けられたな。またも。ごめんなさい、モルドールにとどまれば死ぬ。でも残らねば。行きましょう。それなら死ぬまで一緒だ。よし、レベル26なったぞ。ミッション完了。オッケー、スキル習得。いやー、でも今日のね、これかっこいいかったね。カラゴイル、カラゴルか。そしたらこいつのなんか強く しようかな。でもこれもっとかっこいいのかな、あのデカブツに乗ると。処刑やカラゴルをさらに呼び出す遠吠えを武勇が足りなくても騎乗獣の体力を消費して行えるか、うん、あんま良くねえな。ステルス中に敵を食べるとカラゴルの体力がより多く回復する。うん、まあとりあえず次のこれね、これはなんて言うんでしょう。はあ、十字キー左で支配したカラゴルを呼び出す。そう、死んじゃったらどうなるんでしょうか。ほう、呼び出した後十字キー左で狙った敵をカラゴルに攻撃させてパックンチョさせるっていうですか。これね、降りるときどうするんでしょうね。やっちゃったからな、カラゴル。まあいいや、これ覚えますね。で、次はクエスト進めるか、それとも、まあ2、3回かけて一つの砦を陥落させるか、うん、という感じにしようかと思ってるんだけど、なんだったかな、うん、違うな、うん、はい、そう、まあ次まで考えときましょうか。はい、それでは今回はここまでにしときます。はい、ではまた次回お会いしましょう。ねえ、やかましい。